いや、率直に嬉しかったですし、何よりこう JO1 の皆さんと一緒に共演できるっていうのが本当に楽しみで仕方なかったです。はい、川西さんいかがですか。はい、そうですね、やっぱりこのような人気番組の映画を、僕たち JO1 とファンタスティックさんでこう夢のコラボということで、はい、できるのが本当に嬉しかったですし、うん、なんか何よりも本当に規模が、はい、ものすごくでかくて、僕が思ってた100倍はでかかったです。ほうほうほう、はい、すごいたくさんのエクストラの方もね、エキストラの方もいらして、はい、思いっきりやりましたよね。思いっきりやりました。はい、今お話ありましたけども、やっぱり JO1 とファンタスティックス共演というとこなんですが、中島さん、はい、やっぱりお互い刺激なる部分っていうのはありましたか。そうですね、お互いは普段こうアーティストとしていろんな楽曲だったり、はい、MV だったりライブをしてる中で、はい、お芝居というものを全員が本当に真摯にこう全力を出して作り上げていって、はい、こう JO1 の皆さんもハードスケジュールの中、はい、こう一人一人のキャラクターを作ってくる部分ですごく刺激をもらいましたし、自分たちもこう全力でやっていきたいなっていうのを感じましたね。はい、金城さん、やっぱりちょっとやっぱり JO1 とは違うなというような部分も感じたりしました。そうですね、もうそれこそ、まあ、メンバーの翔也と匠君とは今回3人で共演させていただいたんですけど、もうね、なんか案外結構やっぱうまいなって何がですか。なんか普段の翔也とかおちゃらけてる部分とか、匠君、はいはい、とか本当にもうかっこいい匠君をばっか見てるんですけど、全然今回のもうこの作中にはそんな JO1 のね、なんか雰囲気なんてもう感じられないぐらいもう役にはまってまして、本当に素晴らしいなと思いました。ありがとうございます。ありがとうございます。小さな声で木松さん、はい、はい、そうですね、本当にもう映画出させていただくことも本当に光栄ですし、逃走中自分自身この昔から見てたコンテンツで大好きでしたし、音楽番組でも共演していたファンタスティックスの皆さんとこうやって一緒に作品が作れたことがもうまず嬉しくて、はい、本当にもう夢のようです。どうですか、ファンタスティックスの皆さんとのコラボというところはもうすんなり共演者としてこうチームになれた感じですか。そうですよね、結構初めてお会いした時からすごいウェルカムオーラがすごくて、で僕もすごいついついこうボケに行っちゃって、それにすごい乗っかってくださってすごい嬉しかったです。はい、ウェルカムオーラが、佐藤さん、ウェルカムオーラを出した、はい、出しました。お、何より印象的だったのが、はい、クランクイン前が、陸上練習から始まったんですが、その時、はい、自分の誕生日が近くて、うん、その時に JO1 の皆さんからこの世にあるありったけのレモンサワー詰め合わせをいただきましたプレゼントさせていただきました。その時にもう素敵なグループの方々だなっていう、うんうん、思ったので、はい、めちゃくちゃウェルカムオーラで、ウェルカムオーラで、はい、はい、ということですね。瀬口さんはいかがですか、はい、JO1 との共演。そうですね、最高ですね。もう本当にやっぱり JO1 って、やっぱりすごいグループのね、みんなかっこいいイメージかなって思ったんですけど、みんなおちゃらけちゃん、もうみんな僕たちも大好きですし、表金ですからね、はい、だからなんか本当に僕ら6人こう撮影現場で一緒にいる中で、なんかまた一グループできたんじゃないかってぐらいのなんか友情も僕らでできましたし、最高な作品が撮れたなと思いますが、監督いかがでしょうか。いかがでしょうか、監督。監督、いや本当に素晴らしくて、みんな、はい、ちょっと真面目な話になっちゃいますけど、うん、とある高校の仲間たちなんですね、はい、でその一緒にいる時間の撮影というか、うん、あまりなかったシーンとして、うん、でもなんかそのオフの時にみんなのその感情を見てると、あ、これみんなちゃんと自分たちでそれ作れてるなと思っていて、まあ意識的かどうかわからないんですけど、うん、まあおちゃらけは意識的にやったかどうかわかりませんけど、うん、だからその辺がなんか撮影をしててすごく安心感がありました。ほう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 、この人たちちゃんと自分たちで絆作ってるなって感じがして、うん、川西さんどうですか、そのあたりはやっぱ意識的に。あ、そうですね、まずクランクイン の, タイミングが6人こう集まる、うん、ところだったので、やっぱりこうそこに向けてというか、はい、陸上の練習もそうですし、はい、なんかやりながらなんかこう徐々にですけど打ち解けていけたのかなと思います、はい、本当に現場でどんどん成長お芝居がするっていうのはこのことだなと
改めて思いました。後半になるんですけど、これも、大事なシーンが、まあ、そうだとあるんですね、はい、でそこで、まあ結構そのお芝居が出来上がるまで時間がかかったんですよ。でまあどうかなと思って様子を見ていたら、どんどん、まあ、と別のシーンを撮るときもどんどんお芝居が良くなっていって、最後はある建物の一番高いところに行くところがあるんですね。あるた攻めてますね。攻めてる。そう、結構攻めてる。言葉選びながらもう攻めてますね。はい。ね、はい、でその時に、まあ、とあるちょっと相手がいるわけですよ。はい。でその時にみんなを思い出してする芝居があるんですけど、これはテストから同じテンションでした。ほう。もう本当に、で正直テストの部分も使いました。あ、なるほど。はい。仕上げの時にってことですね。はい。もうお芝居が良すぎてそれは。はいはい。これは川西さん、やっぱりある種とても今の監督のご説明のシーンは映画の中でもとても大切なシーンの一つだと思うんですけど、はい、気持ちがやっぱりすごく入ってた。そうですね。結構大変なこのスケジュールの中撮影していたので、結構思い出がギュッとできてたんです。なんかその僕の頭の中でその思い出が、だからその時に結構振り返りやすかった。フラッシュバック、はい、振り返りやすかった、うん、振り返りやすかった、うん、っていうのは結構そういうスケジュールを組んでいただいた方に本当に感謝したいなっていう。スケジュールを組んでいただいた方に、あんなに監督が褒めてくださったのに、スケジューラーの、ゆっくりスケジューラーの、スケジュールを組んでくださった方の、まあ塩梅が良かったと。あそこはそうなんですけど、それもあるし、あるし、それもあるし、そのシーンで、その先ほど監督がおっしゃったように、その誰かのことを思うっていうシーンがあるんですけど、なんか監督が、これ分かんないです、僕の感覚なんですけど、はい、いいですよ。そのテストというか、テストの前の段取りでちょっと涙流されてたんですよ、段取りの時点で。でなんか僕はそれがすっげーこう胸に刺さって、でそのテストやりますってなった時、本番やりますってなった時も、監督の顔も思い浮かべてしまいまして、はい、それでああいうちょっとシーンになりました。いやすごい、西浦演出は自ら監督、はい、涙を流して、いやちょっとね、そのリハーサルというかね、ドライっていうんですけど、はい、もうその時からちょっとねグッときちゃいましたね、やっぱりね。見られてたかと今ちょっとしくったと思ってますちょっと。はい、でもそれが大変なやっぱり演出にね、ディレクションに結果なってるということかもしれませんよね。そこでめちゃめちゃこう自分の気持ちも動いたので、うん、本当に監督の、はい、おかげだなと思います。はい、皆さん本当にラッキーな方たちですね。本当に今日これを見て、よければ周りの方、家族だったりお子さんだったりいろんな方とを誘ってまたもう一回見に行ってほしいですし、SNS とかにもバシバシ書いてほしいなと、感想を、はい、もう必ず後悔しないと思うので、皆さんぜひ楽しんでスリルを味わってください。とってもスリリングですよね。ですね。はい、ありがとうございました。